一人二人と肩寄せ合って三人暮らしの一まず。なあ、あの電車の上に乗ってるやつあるやん。え、電車の上に乗ってるやつ？それはきっと不正乗車やね。いや、そういうんじゃなくて、あのひし形のパンタグラフ。え？パングラタン？おいしそう。そうそう、そのなんやけど。あ、わかった。なぜ電線と線路に電気が通っているのに線路を踏んでも感電しないのかってことでしょ。感電に感電。それはパンタグラフに当たる電線にマイナス、線路にプラスの電気が流れていて、同時に触らないと通電しないから。いや、そうじゃなくて、っていうか、線路に電気流れてるんや。今知ったわ。電撃的衝撃。そうじゃなくて、パンタグラフって。なぜ、両端が下向きに垂れているかって、ことでしょ。あれは、横から新たに違う電線と接触できて、かつ、外れた電線が下に回り込まない仕組み。ちなみに、あの部分は、ホーン。つまり、角、と呼ばれている。え？ホーン？美味しそう。そうじゃなくて、パンタグラフって。任せて、今度こそわかった。ひし形じゃないタイプのことでしょ。あれはシングルアーム式。肥料削減と騒音対策に効果がある。確かにひし形じゃないから、製図用のパンタグラフとは似ていないのに、パンタグラフって呼ぶなんて変だよね。ふふ、わかる。ひし餅？ひし餅の話をしてんの？あの、一本のやつって、シングルアーム式って言うんや。最近よく見受けをするわ。いやいや、そうじゃなくって、パンタグラフって。パンタグラフって？パングラタンって。パンダクラブと、似てるなーって。La la la la.